The term Oopot or Autoplace Artifact is rarely used by historians or scientists. You know the reason why? Why isn't the term used by historians and scientists? The term is used to discover a wide variety of objects, from anomalies studied by mainstream science and pseudology far outside the mainstream, to objects that have been shown to be hoaxes or to have mundane explanations. Then, how about this fact I show you here in this video? オーパーツという言葉は歴史家や科学者の間では使われていません。なぜ歴史家や科学者は使わないかその理由は皆さんご存知の通りです。オーパーツという言葉は科学の世界では邪道と言われるものを表現するために用いられているからです。あるいはエッセイ科学の代名詞としてアカデミックソサイエティの外にある インチキ考古学の代名詞として用いられているからです。では、この動画の中でお見せする事実はどうなのでしょうか。広瀬林、浜祭り、ジャパン。まず、皆さんにご覧いただくのが一枚の銅鏡です。この銅鏡は、大阪の長持山古墳から、 明治時代に出土したものです。そして同じく明治時代にアメリカに流出しました。現在、この道橋はマサチューセッツ州のバスサミュージアム・ファイン・アーツに所蔵されています。この道橋には北極海の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています。海岸線のみならず、 シベリア大陸の方には川あるいは湿地帯まで正確に彫刻されています。一つ注意していただきたいのはこの道況の中で特に色の濃い部分は海氷もしくは氷、雪と考えられます。それを除きますとこのように北極,北極海の地図と完璧に一致します。のみならず この同橋の上の地図はですね、真上から見たときに、まあ、地球の写真と一致するということですえ。つまり、特殊な方法で上から焼き込んであるということになります。時代は卑弥呼の時代です。まさにあってはならない大パーツということになります。もうこの 事実を発見して、私、林老が発見して、すでに3人以上になろうとしています。次にご覧いただきますのは、法隆寺の隣にあります、中宮寺にある弥勒菩薩繁華詩像です。中宮寺です。この中宮寺には、 が安置されています。左がガンダーラ仏です。この両者はプロポーションが全く同じです。そして2つを重ね合わせてみますと細部に至るまで同じです。ただし鼻の長さと太さだけが違います。団子の形も少し違います。しかし首の下にはシワがあります。そのシワまで一致しています。そこに注意してください。 この事実も私が発見してすでに3年半あるいは4年近くになります。特に上まぶたのラインに注意してください。この事実をどう考えたらよいかということですね。左はストイックです。右はクスノキの寄木に彫刻されたものです。この丸いところのシワに注意してください。こんなところまで一致しています。この事実を皆さんは どのようにお考えになりますかただ単なる偶然あるいは大パーツとして片付けてしまいますか <music> そして皆さんに見ていただきたいのはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家が描いたことになっているアイル・ワースの「モナ・リザ」です。その アイルワースのモナリザの背景には火星の大地が正確に描かれていました。これは NASA が公表した火星表面に撮られた奇妙な物体の写真です。一般には針葉樹に似た木だと言われています。高さはわかりませんが、相当高い木と思われます。その木がアイルワースのモナリザの絵の向かって左側に描かれていました。 この部分です。この部分に注意してください。一見すると何かわけのわからない、つまり得体の知れない物体に見えますが、これはこの白い線のところで上下が線対称になっています。明度を上げますと美しい緑が浮かんできます。そうです。これは植物です。その植物が下の大地、多分水か何かがあったのでしょう。反射して映っています。 これは NASA が公表し、現在アリゾナ大学が保管している写真です。マーズ・キュリオシティ・ローバーが撮ってきた写真と思われます。その中にこのような樹木と判断して良いものが映り込んでいました。この樹木と判断して良いものにご注意ください。それと同じものがアイル・ワースのモナリザの絵の中に描かれていました。それを 今日皆さんに丁寧に見ていただきたいと思います。比較してみてください。左は絵のように見えますが、これは写真です。右は絵ということになっています。これは写真です。そこを誤解しないでくださいね。この写真の出典は、ここに示しておきますから、皆さん自身で確認できると思います。注意深くご覧ください。NASA NASA NASA と書いてありますす出所はですそして現在アリゾナ大学に所蔵されています。もう一度このラインを見てください。つまり上半分が下に反射して映っているということになります。ですから上半分の輪郭はしっかりとしていて下半分の輪郭はぼんやりとしています。これが事実です。そして NASA が撮ってきた写真と比較してみます。 皆さん自身の目で確認してください。えつまりこのような形で、えー、1500年後のイエス、はですねルネッサンスという時代に、レオナルド・ダヴィンチという操り画家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実を知るときが来るだろう。その時、人間は 君たち人間は私の正体を知ることになるだろうと林博史はそのように解釈しています。もう一度、皆さんが撮ってきた写真と、そしてアイル・ワースのモナイザーの中に描き込まれている木の絵と比べてみてください。注意深く見てください。まさに大パーツということになります。 まさに大パーツということになります。左は写真のままで手を加えてありません。ただ、明度は少し上げてありますが、それ以外は手を加えていません。そして、右の方もやや明度を上げていますけども、それ以上の手は加えてありません。皆さん自身の目で確認して、比較して、判断してください。ここが重要です。ここが重要です。 これを皆さんはエセ科学、インチキ科学として片付けてしまいますかまた片付けてしまってよいのでしょうか左は NASA が撮ってきた写真です。右はアイルワースのモナリザの背景に描かれた奇妙な物体です。全部互わず同じです。この事実を皆さんはどのように判断なさいますか 左の絵が描かれたのは今から500年前のルネッサンスの時代ということになります。繰り返します。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスの時代に私たち未来の人間にメッセージを残したということになります。いつか君たち人間はこの事実に気がつく時が来るだろう。その時、君たち人間は私の正体を 知るるこことととになるだろうとそういうそいですまさに大パーツ中の大パーツということになるのではないでしょうか。もう一度 NASA の写真を確認してください。University of Arizona と書いてありますね。そしてホームページもしっかりと紹介してあります。私を疑う人は、 このホームページにアクセスして、直接この写真を見られたら良いかと思います。これは火星で撮られた写真です。まあ、これが植物であるというためには、まだいくつかのハードルを越えなければなりませんけれども、これは誰が見ても植物ということになります。以上、3つのオーパーツ林宏が発見したオーパーツを紹介しました。 Bye for now. Checkmate is a game position in chess in which a player's king is threatened with capture and there is no way to remove the threat. Checkmating the opponent wins a game. So do I, Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Checkmate, aliens. Checkmate Checkmate. chessで王の 逃げ場を封じ込め、王が捕らえられることを言います。つまり、相手をチェックメイトした方が勝負に勝ったことになります。で、林博士もその勝負に勝ちました。エイリアン、王手、広志林、ハママセティ、ジャパン。火星で植物らしきものが、 次々と発見されています今ご覧いただいている画像もその中の一つということになりますまず皆さんにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているアイル・ワースのモナ・リザを見ていただきます。このののアイル・ワースのモナリザの背景には 火星が描かれています。火星の表面です。一見すると山のように見えますが、これは山ではありません。赤い部分を注意してご覧ください。ここに岩らしきものがありますが、影は左の方にできています。つまり光は右上上方から来ていることになります。一方、この山の表面を見てください。光は 左上情報から来ているように見えますえつまり矛盾しますつまりこれは山ではありません崖です下の方へ伸びた崖ですここが重要ですからしっかりと確認してくださいこの崖の部分を見ますとここに影ができています そして、ここに影のラインができています。つまり、光は右上上方から来ていることになります。これで光の方向が一致しました。つまり、ここに描かれているのは、山ではなくて、山ではなくて、崖だということになります。ここが今日の第一のポイントです。そして、この崖と、それから火星表面で撮られました写真と比較してください。大変よく似ていることがわかります。 火星にはこのような崖が至るところにあります。アイルワースの背景が火星ということになれば、モナリザの背景もこれまた別の惑星の背景ということになるのかもしれません。実際、モナリザの絵の背景はどこか地球離れしているのがわかります。が、ここは今日の ポイントではありません今日のポイントはアイルワースのモナレザの背景には火星が描かれているという点です。これからそれをじっくりと説明しますので皆さん自身で確認してください。この黄色い部分に注意してください。ここに 何か岩のようなものが描かれているのが分かります。色を落としてみるとそれがよくわかります。岩がいくつか重なっているのがわかります。そしてその周囲には小さな岩が転がっているのが分かります。これは絵なのでしょうかそれとも写真なのでしょうかこの辺りには谷のようなもの,ものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。 私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵な,んでしょう絵なんのでしょうかそれとも写真なのでしょうか一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのがわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上、情報から来ています。下が実際のの火星の 表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにしてアイル・ワースのモナリザの背景に、火星の表面を、 描き込みました中央にそれが見えます中央にそれが見えます下は実際の火星の写真です比べてみてください大変その様子がよく似ているのがわかります白黒,に白黒にしていますとその雰囲気がよくわかりますつまり 繰り返しになりますが1500年後のイエスはこのような形でアイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みましたここには谷のようなものも描かれています一見雑なようですけども極めて聖地に描かれているのが分かります絵の具の ひび割れ部分を少ししし薄くしてみました皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博史は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に写し込んだということになります。なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、こ,れそれをその,この事実を発見して、そして、 まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林博士は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして、 薄くしますこうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけれども手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザーの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。中深くご覧ください。そして色を落としてみますと。 まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は、夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし、 夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。もちろんこの地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスはそうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこでこの 絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし似て、非なるという感じですね。似ているけども、どこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくと分かりますように、アイル・ワースのモナリザの中に描かれている崖は内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ このような崖はこの地球には見当たりませんでした。で本題です。もう一度アイル・ワースのモナ・リザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で左のこの物体は何かということですけども。 ここで私は前回、下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下、正確に、えー、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げていますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか 実は最近次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました。一説によればサボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。 ま、一説によると、針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い木,、まあ木のようなものということになります。もちろん、まだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものが、 アイル・ワースの絵の絵中,中,中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらくいろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見てもよく似ているというレベルを超えて同じと。 私、林博史は判断しましまたえ。つまりアイルワースの,モナ,のモナリザの中に描かれているこの奇妙な物体は火星に生える植物ということになります。つまり信用樹に似た木ということになります。この写真の出所はここに皆さん,皆さんにお見せしておきます。現在はアリゾナ大学のエデュケーション教育学部に 所属してていいいいるそうでですすす NASA から出ています間違いのない写真ですつまりアイルワースのモナ・リザの中にはすでに500年前にそれが描かれていたということになります。で結論ということになります。アイルワースのモナ・リザの中に描かれている奇妙な物体です。 この物体は上下先対称になっていますそんなところから私はやはりこの下半分は上半分が水面に映った反射であると考えていますそうした絵や写真は公開されています比較してみるとそれがよくわかりますですから下半分がぼんやりとしています火星とはいえ水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられますその液体に 上半分の植物が火星の植物が反射していると私林博士は判断しましたえつまりこのような絵をですね写真の形で、えー、描き込むことによって1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになりますえつまりいつか君たち人間はこの絵の中に仕組まれた 謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は1500年後の私、つまりこの私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のために、この絵の中に私は私のメッセージを残しておくことにする。Jesus Christ after 1500 years. レオナルドダヴィンチ、with Martians or people from Mars。ガース、manipulated by aliens ダ。ダヴィンチと火星人。エイリアンに操られる。神々。今日は、その三部作を皆さんに。お届けします。火星です。 コーンヘッド、つまり縦長超頭人間はこの火星から来たと私林博は判断していますつまりイギギと呼ばれる人たちでした広し林ハママシティージャパン続く第一部ではヤングモナリザつまり アイル・ワースのモナ・レザの背景には火星の大地が描かれそしてその火星の大地の上には火星の写真そのものが写し込まれていましたそれを第一部で皆さんに紹介しますで従来これは山と考えられていましたけどもこれは山ではなく 崖だったた。と、私、林博は判断しましまつまり山ではなくてつまり崖のある大地だったわけですそしてこの赤い丸の部分に極めて精緻に火星の様子が描き込まれていましたそれを第一部で皆さんにご覧いただきます繰り返しになりますがこれはある意味で フリッキーアートとということになります。つまり山にも見えるがしかし同時にこれは下に掘り込んだ崖であったということになりますそしてその上に赤い大地が横たわっています今黄色い丸で示した部分は崖ということになりますここが崖と分かることによって上の大地が 大地にまつわる謎が解けました。詳しくは、第1部の中で説明します。つまり、アイル・ワースのモナリザの中には、このような絵が、隠し込まれていたということになります。もう一度繰り返します。右が火星です。左が、アイル・ワースの絵の中に描かれていた、大地です。つまり、このような形で、1500年後のイエスは、アイル・ワースの、 モナリザの中に火星を描き込んだということになります。で、これが従来は山だと考えられ、そしていろいろと議論が続けられてきました。で、このアイル・ワースの火星とも言,も言っていいと思いますけども、大地はまさしく火星の大地の色と一致します。そしてここに 今ちょうどお見せするこの左上の黄色い枠の部分に注意してください。一見すると絵のように見えますが、よく見てください。これは極めて精緻に火星の様子が描かれたものです。周りには石がゴロゴロしている様もよくわかります。中央下が、これが実際の火星の写真です。まあ色は多少違う感じがしますけども、 同じだとということですね。つまり1500年後のイエスはレオナルド・ダ・フィンチという画家を通してこのような絵をアイル・ワースのモナイザーの中に仕込んでそして私たちに残したということになります。これが第1話です。詳しくはこのあと第1話をつなげておきますから第1部をつなげておきますから。 どうかそちらをご覧になってください。これは絵なのか写真なのか私は写真と判断しましたまさに火星の様子を写した写真ということになります1908号でそれを皆さんに紹介します第2部の方では 火星から来た人々、イギギの話をします。1736号です。その動画もこの後につなげておきます。この赤い枠で囲ったのがイギギということになります。ゼカリア・シッチンの表した本の中にこの冊子絵がありました。頭が長い点に注意してください。ゼカリア・シッチンの表した本です。 でこの本のこのこページにその写真絵が載っていました。で、この絵はですね、まあ、世界歴史陳によれば、火星を6番目の惑星として捉えていたことを示す S という,うになっています。つまり、太陽系の惑星を外から数えると、火星は6番目ということになります。地球は7番目、金星は8番目ということになります。 エイリアンたたちは、太陽系の惑星を外側から数えていたといととうことになります。つまり、六坊星、六つの方向に伸びる星は火星を表していたということになります。そして、八方向に伸びる星、すなわちそれが金星ということになります。イナンナイシュターのシンボルマークです。そしてこの絵の中に、左上に六坊星が描かれています。中央が太陽で、そして、 これがイギギです。周りの二人の人たちは、このイギギに向かって、手をかざして挨拶をしています。そして中央の十の字は、言わまでもなく、ニビルのシンボルということになります。つまり、このような形で、この中央の長頭人間は、長頭人間、縦長長頭人間は、火星から来たということを、この写真は示しています。エジプトの壁画に残る、 まあ、両手をかざしてですね、相手に挨拶する。この風習はイスラム教、それからゾロアスター教でも現在でも残っています。ゾロアスター教は天に向かって手を合わせます、まあ。ともかくもこのように手をかざして相手に挨拶するというわけです。その様子が左上の絵に描かれていたということになります。つまり、両側の人は、まあ、人間か神かですけども、 中央の人にに向かってて挨,挨拶をしいいるととうことになりますつまりこれがいギ匹火星から来た人ということになります第6番目の惑星から来た火星人ということになりますつまり超頭人間なーじコーンヘッドは火星から来たということがこれで証明されました詳しくはこのあと続く第2部で皆さんにご覧いただきまたその中で詳しく 説明します。まし、あ、古代の人たちはですね、このような形で来訪者に、あるいはまあ目上の人、目下の人にもこのように同じように挨拶というのがありますから、必ずしも上下関係はなかったかもしれませんけども、このような形で挨拶をしていたということになります。そして、超頭人間コーンヘッドの頭が全世界で見つかっています。降下させてもそれから ペルーの、えー、パラカスでも見つかっています。このコー,コーンヘッドの頭には、縫、えー、合線が1本足りません。なわち、頭頂骨が1本ないわけ,ないわけですね。なわち、DNA 鑑定するまでもなく、これはエイリアンの頭ということになります。人間の骨の数とは違うということです。このコーンヘッドが左のゼカリアシッチンの本の中のイギギに 示されているということになります。頬骨が飛び出ていますね。そして、頭が縦に長い。縦長長頭人間ということになります。こうして、一致していくわけです。そして、い義は、まあ、私は、コーンヘッド、縦長長頭人間であったと判断しています。右が人間の頭蓋骨です。眼光も、まあ、外側にあって、やや大きい感じがします。まあ、人間とはで、 しかし、大変よく似た骨格を持っていたということになります。こうして、超等人間、そしてイギキ、そして火星、そして火星人とつながっていきます。詳しくは第2部、17365で皆さんにご覧いただきます。そして第3部では、レオナルド・ダ・ヴィンチと火星人の深い関係について説明します。 この一枚の絵がそれを説明しています。向かって左側にいる男性がこれが2000年前のイエスの実像ということになります。そして右にいるのが超等人間縦長コーンヘッドです。この縦長コーンヘッドは顎の下に生命維持装置のようなものをつけています。左は、まあ、一応、 リオナルド・ダ・ヴィンチっていうことになりますけども、リオナルド・ダ・ヴィンチは1500年後の操り人形芸術家でした。この超党人間の顎の下を見てください。奇妙な装置といいますか、ラインが流れているのがわかります。右が超党人間、なおち先ほど紹介しました、イギキということになります。なおち火星から来た人ということになるわけですね。そしてその骨格は、パラカスで見つかった超党人間の骨格と、 と一致しますつまりここに描かれているミンガの人は火星からしたイギキということになりますその横に左に1500年後のイエスと言われて私が判断した人物がにこやかに談笑しています同じものがブルガリアのアレクサンドリア・ネフスキー大寺院の残っている絵画の中にありますこの超頭人間に注意してください この絵は現在修復されて元の、まあ、面影は全くありません。まあ、それはともかくもここに描かれているのも私、林宏は超等人間と判断しました。そして繰り返しになりますが左にいるのがこれがイエス、今から2000年前のイエスです。もちろん処刑されたのは替え玉ということになります。その証拠もこの第3部の中で皆さんに詳しく紹介します。 右にいる人物と比べてください。特に目の付け根のところにある小さなイボ、この丸の中の中心にありますが、そのイボに注意してください。そんなところまで同じだということです。左が先ほど火星人とまあ談笑していた男性、そして右がイエスということになるわけですね。1500年後のイエスということになります。まあ、この絵そのものは今から2000年前のイエス、つまり、 私たちがイエスという神のその実像ということになります。それについては第三部で詳しく説明します。また証拠を添えて証明します。つまりこうしてイギ器火星人、レオナルド・ダ・ヴィンチイコール、まあ、1500年後のイエスとつながっていくということです。私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は 架空のつまりは捏造された画家ということになります。その画家を操っていたのが1500年後、すなわちルネッサンスの時代のイエスということになります。一番向かって左にいるのがその人物です。同じ人物がミケランジェロの書いた「カシナの戦い」の右下に描かれています。そしてこの、まあ、私がイエスと言っている人物ですけども、やはりこの 顎の下にに奇妙な装置を身につけています、まあ、この人の今の左のはやや分かりにくいですけども上の人物の顎の下を見てくださいこうしてまあ地球で住むためには生命維持装置のようなものを身につけていたということになりますその理由はもう言うまでもないと思いますこうして超等人間超等人間そして超等人間とつながっていきます一番左が異議器そして中央がパラカスの超等人間そして 右がリオナルド・ダ・ヴィンチと一緒に書かれている超等人間ということになります。こうして、えー、超等人間とリオナルド・ダ・ヴィンチはつながります。そして、彼らは第6番目の星からやってきました。六坊星です。詳しくは3番目のナン、no. バー1818でご覧いただけます。では、順に三部作をご覧ください。メニューです。 1908ダヴィンチは火星へ行っていた1736イギギすなわち火星人はコーンヘッドであった1818 18捏造された人間詞イエスキリストの謎に迫ってみますどうかお楽しみください bye for now Albert Einstein wrote, Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world and all there ever will be to know and understand. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, prove with evidence that Leonardo da Vinci, it doesn't matter whether he was a puppet artist or not for Jesus Christ after 1500 years, Leonardo da Vinci, most possibly, might have been to Mars. Einstein Kokaite like 空想力は知識より重要である。というのも、知識というのは私たちがすでに知っているところのものであり、一方、空想力の中には私たちがこれから知るうであろうところの全ての世界が含まれているからである。この動画の中で私、林博史は、レオナルド・ダ・ヴィンチが1500年後のイエスの操り人形であったかどうかにかかわらず、 火星に行っていた可能性が極めて高いということを証拠を添えて証明します。広志林浜松セィジャン今日の動画をご覧いただく前にトリッキーアートつまりトリックアートについて説明しておきます。一枚の絵ですが見方によっては全く別のものにも見える。 とといいうのをトトリッキーアートと言います。例えば左の絵は見方によっては右上のような若い女性にも見えますし右下のような老婆のようにも見えます。まあ、このように1つの絵の中に2つの意味が込められているのを一般にトリッキーアートつまりトリックアートと言います。これが今日のポイントになります。しっかりと心に留めておいてください。 アイルワースのモナリザです。ヤングモナリザとも言われています。この絵の中に奇妙なものが描き込まれています。向かって左側、ここですね。これは何かということです。以前にも精査してみましたけども、その時はわかりませんでした。で、今日はこの絵を検証してみます。これは何だと思いますか実に奇妙な この絵には似つかわしくないま物体のように見えます。で、これをですね、左に90度回してみます。さらに90度回してみます。そして、さらに90度回して、そして元に戻してみます。皆さんはこれが何だと思いますか。実はここに重大な秘密が隠されていました。 この絵についてはいろいろな説明がされていますけれども、私、林博の解釈は全くそれらとは違うものです。で、明るくしてみますと、何かしらボコボコとしていて、植物のようにも見えますね。で、これは本当に植物なのかということになるわけです。言い方を変えますと、こんなものを描いたことによってですね、アイル・ワースのモナリザの絵が台無しになってしまっているわけですね。つまり、それだだけ重要だから、ここに、 レオナルドはいいたととうことになりますで。比較してみますと B の方が A よりもややぼんやりしてますね。ここが重要なところですから注意深くご覧ください。右の A よりも B の方がぼんやりしてますね。で、私はこれは当初、まあ、水面に映った反射であると考えました。注意深くご覧ください。右の方は輪郭がしっかりしています。しかし、左の方は輪郭がぼやけて全体に もやもやとしています岩窟の聖母、ルーブル版の例もありますから私は最初アイルワースのモナリザが水中にいるのではないかと疑ってみましたこの黄色い枠に注意してくださいつまり上半分がですね下に水面に反射して写っているというわけですまたそうした絵や写真はたくさん発表されています まあそう考えますと、上半分の輪郭がはっきりとしていて、下半分の輪郭がぼんやりしているということが、そういった理由がですね、よく理解できるわけです。上半分が下に映っているというわけです。まあ、逆さまに映っているというわけですね。ですから、上下対称図形ということになります。アイルワースのモナリザーのこの奇妙な物体も上下対称図形になっているのがわかります。つまり私は、 この線から下が水中であると判断したわけです。またそのような前提で検証をしてみました。繰り返します。上半分が水面に、つまり下に映っているというわけです。ここでもう一度確認しておいていただきたいことがあります。上半分が水面に 映っているというわけですで、上半分の輪郭はしっかりしていて下半分の輪郭はぼんやりしているということですねそこで下半分を調べてみますとさざ波のような横線が走っているのがわかります注意深くご覧ください今この白い線で示したところがまさ、あ、ざ波のような白い横線が走っているところですで、まあこれで納得したということになるんですけどもさらに謎が続きます 横線が薄く入っていますね。で当初これはさざ波であるイコール水面の水面に映った反射であると私林浩は判断しましたところがですね今言いましたようにこのアイロワースのモナリザのこの横線を入れていますけどもこのブルーの線以下は 水中ということになります。となりますと、この水中の山なども、当然輪郭がぼやけていてもおかしくないわけですね。ここに注意してください。この水中にあると思われる山などもですね、水の中ですから、輪郭がぼやけていてもおかしくないわけですね。ところが、この山の輪郭を見てください。シャープですね。先ほどの言った奇妙な物体の輪郭と比べますと、まっ、あ、く違うということですね。 こ,こで黄色い枠のところを注意してください。山の輪郭はしっかりしているわけです。なぜでしょうか。水中であるならば、この輪郭もぼやぼやとしていてもおかしくないわけですね。左の方もそうなっています。キメの物体の輪郭はぼやぼやとしていますけれども、下の山の部分ははっきりと、くっきりと描かれています。 なぜでしょうか。この山は水中にあるということになるでしょうか。絵の構図がまあめちゃくちゃだということですね。ここで冒頭で皆さんにお見せしましたトリッキーアートのことを思い出してください。トリックアートです。今私はこのようにブルーの色をつけてみましたが、もし水中であるならばこの山も当然 水中にあるということになりまして、遠近、それから上位関係がめちゃくちゃになりますえ。つまりこれは山ではないのです、皆さん。山ではないのです。トリックアートです。皆さんはこれを山だと思ってらっしゃいますよね。そして山だという前提で論じていますけれども、これは下へ掘り込んだ崖だということです。右がその崖を示したものです。そして上の平らな部分が大地ということになります。 ななんででです。す。す山ではなくて、下の崖だとというこわかかりますかつまりダ・ヴィンチが開発されるこの絵のい,いわゆるヤング・モナリザのアイル・ワースのモナリザの絵は背景は山が描かれているのではなくて下へ落ち込んだ崖が描いてあるということです山にも見えますが崖だということですトリカードなんですね 一つの一枚の絵なんですけども、見方によっては山にも見えるし、同時に崖にも見えるということです。つまり、ここで崖ということが分かりました。だから崖であるならば、まあ、水中ではありませんから、輪郭がはっきりしていてもおかしくないわけです。もう一つこのトリックアートのおさらいをしておいてください。一枚の絵なんですけど、見方によっては若い女性にも、そして下の老婆のようにも見えるというわけです。同時に、 同じ絵なんですけども、見方によっては山にも見えます。下から見ると山に見えますね。しかし上から見ると崖にも見えるわけです。すなわちこれは山ではなかったのです。そこに気がつく,気がつくとこの謎が解けます右。右はギアナ高原ですね。そして上の黄色い部分が大地、平たい大地だということです。これで謎が解けました。どうしてあのののの物体の下の部分の輪郭が ぼやぼやでそしてその山の部分の輪郭がはっきりしているかそれでまあ説明がつくわけです繰り返しますこれは山ではなくて崖だったのです皆さんわかりますかここが重要ですから繰り返しますアイロはそのモナリザの背景に描かれているのは山ではなくて アナ高原のような、まあ、大地で、そして下に崖が続いているということです。モナ・ザを消してみました。このような絵であったということになります。そしてその平らな大地の上に、この奇妙な物体が乗っているということになります。ここで火星の話をしておきます。火星です。 赤い大地です。これは、公開写真から撮ってきたもので、一切着色・変色などの操作はしていません。元のままの色です。火星です。火星の表面です。注意深くご覧ください。火星です。火星の表面は、このようになっているそうです。 でその火星と先ほどのアイルワースのモナリザの中に書き込まれている大地と比較しています色の風合いが大変よく似ているのがわかりますアイルワースのモナリザは上半分は空なのかあるいは遠方の、まあ、景色なのか分かりませんけどもと,ともかくも下半分は火星の大地の写真と大変よく似ているということですなあちアイルワースの,あの奇,妙奇妙な物体の下半分は 影とということになります。そう判断しますとこの影の部分がぼやぼやしていてそして第一の横線が映り込んでいてそしてその下の崖の輪郭がはっ,きりしてはっきりとしている理由がこれでわかりますだからあのアインシュタインはこう言ったのです空想は知識より重要であると空想は知識より重要であるとそこで私たちはイマジネーション空想力を働かせます つまり、アイル・ワースのモナ・リザの背景に書かれているのは火星であると、まあ、空想力を働かせるわけです。そうして、その上に奇妙な物体が着陸している。そして、下の半分の,下の,半分の、えー、はですね、その影であると、まあ、空想力を働かせるわけです。右が火星の写真です。つまり、このアイル・ワースの中に書き込まれていたのは火星であると。 もしそうであるとするならば、これはひょっとしたらその火星のオアシスかもしれません。植物かもしれません。緑の木かもしれません。しかしそうでないとしたら、私はこれは宇宙船であると判断しています。奇妙な形の宇宙船ですけども、人間の想像を絶する宇宙船であるということになります。その証拠の一つとして、左のアイルバースのモナリザの中には、 写真としか言いようのない火星の風景が描かれています。右が実際の火星の風景です。そしてその崖が左の絵の中に描かれているということですね。繰り返します。山ではありません。ですから、この崖の輪郭ははっきりとしています。しかし、あの奇妙な物体の下半分の輪郭はぼやけています。これで説明がつくということですね。 繰り返します。崖です。山ではありません。山であると判断して、ありこり問題に議論するから話が分からなくなってくるんですね。その証拠に、この赤い部分を見てください。この部分には極めて写実的に、正確に、あたかも写真のように、その風景が描かれています。これはもう絵ではありませんね。拡大しています。皆さんもここがポイントですから、注意深くご覧ください。皆さんはこれを見て、絵だと思いますか 絵だとと思いますか。私にはとてもそそううにには、はののようには見えません。下が火星の写真です。もちろん全く同じものを探すことはできませんでしたけどもコンセプトが全く同じであるイコール上の絵はですね絵の範囲を超えてまさに写真を焼き付けているということになりますつまりこの絵は火星の風景を描いたものであるということはこの絵を描いた人はですね火星の風景をしていたイコールレオナルド・ダ・ヴィンチが誰であれ その人物は、まあ、1500年後にイエスってことになりますけども火星へ行っていてそしてこうした、まあ、写真を撮ってきてその写真をこの絵の中に焼き込んだということになりますあくまでも空想力の段階ですけどもしかしそう考えると今までここで述べてきた謎がすべて氷解しますそれで結論ということになります アイル・そのモナリザの向かって左側には奇妙な物体が描き込まれています。こんなものがなぜここにあるかということですね。このものがですね、この絵を台無しにしているのは間違いありません。言い換えますと、それだけ重要だからここに描き込まれたということになります。で、調べてみるとですね、右が上半分です。 B、左の方が下半分です。上の方の輪郭がはっきりとしていて、下の半分の輪郭がぼやけています。そこで私は、これは水面に映った反射であると判断したわけです。そう考えると、この部分については納得できるわけですね。上半分の輪郭がしっかりしている。しかし、下半分の輪郭はぼやけているということになります。 ところがですね、下半分を水面下と考えますと、絵の構図がめちゃくちゃなんですね。遠い山が近くにあり、そしてその上に奇妙な物体が描かれているということになりさに、さらになおかつ水面下ということになりますと、この山の輪郭がなぜはっきりしているかということが説明がつかなくなります。物体の下半分の輪郭はぼやぼやとしている、さらにその下の水面下にあると思われるその山がですね、輪郭がはっきりしている、なぜかなぜかなぜかということになったわけです。 そこで登場するのが、トリックアートということになります。トリックアートです。一枚の絵ですけども、見方によっては全く別のものに見えるという絵です。同じように、私たちはこの山をですね、山と思い込んでいただけなんですね。山ではなくて、実は崖だったのです。谷底だったのです。そう考えますと、謎が解けます。なぜ、水面下にあるはずの山の輪郭がはっきりしているかということも、これで 納得できますつまり書けたったんですねそしてその証拠がこの絵の中に残っていましたでこの絵のこの部分を見てください平らな大地の上に何かありますこの平らな大地の上に何かありますこの部分を拡大してみますとこの部分だけ極めて精緻に書いてあるのがわかります書いてあるというよりも 写真を写し込んだという雰囲気です。つまり、火星の様子がそのままここに写し込まれているということになります。そしてその様子は実際の写真と告示しています。それが、レオナルド・ダ・ヴィンチ自身であったかどうかということは、この動画では重要ではありません。重要なことは、 この絵を描いた人物、1500年後のイエスと林博氏は判断していますけれども、その人物は火星に行って、この写真を撮ってきて、そしてその火星の様子をこの絵の中に描き込んだということになります。それがこの動画の結論です。つまり、ヤング・モナリザの中に描かれていたあの物体は、その火星へ行った宇宙船ということになります。 igigi was a term used to refer to the gods of heaven in sumerian mythology. though sometimes synonymous with the term anunnaki, in one myth the igigi were the younger gods who were servants of anunnaki until they rebelled and were replaced by the creation of humans. who were they? where were they from? Igigi wa, shinwa no naka dewa, toki ni, アヌンナキと同意語で使われているが異議器というのは反乱を起こし人間が創造されるまでアヌンナキの定位の神であった異議器というのは誰なのかどこから来たのか広ママジャパンゼカリアシッチンはですね異議器は火星から来た人たちであったというふうに、まあ、半ば常識的に 考えていたようです。す彼が書いた本の1ページにですね、この中央にやや右寄りにいる人に注意していただきたいんですけども火星を6番目の惑星として考えていたということで、まあ、シチンはあの惑星の順番を捉えていたわけですけどもね、まあ、あの外側から数えますと火星は6番目地球は7番目金星は8番目となります。 でその説明する挿絵の中に大変気になる、まあ、絵がありましたので、まあ、皆さんに見ていただきますけれどもこの絵の中で、まあ、いわゆる星の、まあ、王座に座っている人がいるとそれでプラス十字が書かれているということなんですね、まあ、これをどう解釈するかですもけども、まあ、それを順に今日は考えてみたいと思いますでこれがその挿絵なんですねで真ん中に 頭の長い人がいて、両側に人が二人立ってますよね。そして手をかざしています。で、まあ、右から月、太陽、まあ、火星となるわけですね。6本の光線が出ています。6番目の星、すなわち惑星、すなわち火星ということになります。で、まずこの手の解釈からいきますけど、一番右にいるのはこれ人間ですね。 で左にいる人も何となく頭が長い感じがします、まあ。ともかく一番右にいるのは人間だということになります。でエジプトの壁画,です、ね、壁画にです、ね、同じようなものが残っているんですね、まあ。手を見ていただきたいんですけども、もこれがです、ね、古代、まあ、エジプトの挨拶なのか、あるいは、まあ、あの挨拶ですよね、まああの。こういう形で挨拶をしていたということになるわけです。でこの下の絵は大変興味深いんですけども、も中央にいるのが、まあ、エイリアンと思われ,思われて、まあ、見ていいわけですね。 でもう一つ、先ほどの写真に戻りますけれども、まあ、両側、一番右にいる人間がいて、ね、特に人間がです、ね、両手を差し出して挨拶をしていると、まあ、そういうふうに理解するわけですね。それで、月であり、太陽であり、火星であると。まあ、このように、シチンはあの解釈しているわけですけれども、この中央の人は誰かということになるわけです。でもう一度、繰り返しますと、ここが重要なんですね。なぜここでですね、 あの人間がこの中央にいる人に挨拶をしているかといえば、まあ、中央にいる人の方が上位だったということを示すわけです。でまあ、こういう形で人間がですね、まあ、あのエジプトの壁画では、あのまあ、上位にいると思われる人にこのような形で挨拶をしている。まあ、あの上位の人も、ね、同じように挨拶しているのに壁画もありますけども、まあ、そういうことなんですね。まあ、下の人が上の人に挨拶をするということです。で この人について調べてみますけれども、頭が長いということで,です、ね、少し前、この動画を作って、これはコーンヘッドであるというまあ結論を出したんですけれども、一つ言い忘れましたので、えー、ここで補足しておきたいなと思うのはです、ね、あのまあ、いわゆる顎に当たる部分がです、ね、頬骨ですかね、それが両側に突出しているということですね。でこれはあのいわゆるまあパラカスを中心として、世界中で見つかっているコーンヘッドの頭蓋骨の特徴と一致しているわけです。 もう一度皆さん、てえーまあ、今日はですね、まあ、火星人についての、我々もっと言いますと、ーンヘイドについての結論を出しておきたいというふうに、今日は考えましたので、この動画をもう一回先編集し,し直してみました。でこの方和音音と言いますかね、これは、まあ、人間も出てますけどもね、まあ、人間よりも高く出ていて、それ眼光がですね、目の穴がですね、大きいですね。 そしてその目の穴がですね、まあほ、ほとんど側面部まで届いているということです。人間はそのそこ,ここまで眼光大きくないですね。右の、これが右がこれ人間ですけども、比べてみてください。まあ、目が大きいとて言いますから、眼光が大きいということですね。そして頭は長頭である。まあ人まあ、知的生物の、まあ、あるまあ進化系ということになるわけです。ということで、まあ、この、なんてますか、生き生きというのは火星から人来た人、イコールコンヒュートであったということに、 なります。これがですね、えー、今日の結論ということになります。えー、どうか続くビデオをご覧ください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about A man from Mars. Proof and from evidence. proof It's 超頭人間彼らは火星から来ていたその証拠と証明超頭人間別名コンヘッドあるいはエロンゲイテッドスカルとも言われていますまず皆さんに知っておいていただきたいことは火星というのは第6番目の惑星だということです エイリアンたちは地球の惑星を外側から数えていました一番外側が冥王星ですねそして続いて海王星天王星土星木星と続いて6番目に火星がやってきますですから第6番目の惑星というのは火星ということになりますついでながら金星は第8番目の惑星ということになります では、長頭人間の話に戻ります。全世界で、こうした超頭頭蓋骨が数百個以上見つかっています。頭を縛って、このようになったという説は、もう通用しませんね。で、これら長頭人間は、どこから来たか。私は、数々の状況証拠を重ね、 火星から来たというふうに結論つけていました。があくまでも状況証拠です。が今日、物的証拠が出ましたので皆さんに報告します。ゼカリア・シッチンの書いた本の中にその図がありました。おそらくゼカリア・シッチンも気がついていなかったものと思われます。これらの本は友人から送っていただいたものです。 その中の一冊に、その絵がありました。これがその本です。人類を創生した宇宙人。このページにその絵がありました。この赤いところに注意してください。この絵は何かと言いますと、第六番目の惑星として、 火左がそうですね。いわゆる六方向の光線の描いた星が描いてあります。それについて、ゼカレ・シッチンは次のように説明しています。6番目の惑星として火星を描写している。ここが重要なんですね。そのシンボル、いわゆる火星のシンボルとして、まあ、6つの星の下の王座に座っている絵が描かれていると。そしてここに、 太陽、月、そしてよくそれをこぎる惑星などが描かれていると。で、プラスというのは十字形はいわゆる第十二惑星のシンボルだというのです。まあ、それについてはちょっと考えておきますけども、太陽、そして右に月、そして左に火星が描かれています。左の星が火星というわけです。そして、この両側に人が立っていますね。何をしているのでしょうかそれは最後に皆さんに話します。 ともかくもこの人の頭を見てください。異様に頭がない長いですね。そして、ここにいる人は第、まあ、6番目の惑星から来たということになります。つまり、火星ということになります。で、右の方に世界で見つかっている、いわゆる超等人間の頭蓋骨を皆さんに見ていただいています。この頭と比べてみてください。これでビンゴですね。そして この超等人間は火星から来ているというふうに示しているわけです。じゃあ両側の人は何かということになりますよね。両側の人は何をしていると思いますか、まあ、こうした調査ではですね、一見無駄な調査でも後々役に立つものです。以前、エイリアンの手話について調べました。そこで私はこの 手話に見覚えがありました。そうなんです。エジプトの壁画なんです。手を見てください。同じように両手をかざして相手に向けてますね。つまり挨拶をしているのです。挨拶をしているんですよ。で、言いました。Hi, nice to meet you. お会いできて嬉しいですわってね、そのように話しています。ということは、この左の上 立っている図の火星人の両側に立っているのは、まあ、人間もしくはそれに類する神々だったと思われます。そして中央の火星人に挨拶をしています。これが物的証拠ですね。これで、えー、この超等人間は火星から来たということが裏付けられました。私が今まで状況証拠として挙げてきた説がこれで物的証拠とともに裏付けられたことになります。超等人間は火星から来ていました。 ビンゴですね、この頭の長い特に縦長長頭人間は火星から来たいわゆる、まあ居残りまあ、生き残り組ですねそして地球残留組ということになりますということで火星から人の来た人の動画を終わりますバイ Another version of human history has been warped since the beginning days of our history. That is to say that we have another history hidden secret behind our history, which we learn at school. The history of Jesus Christ is just one of them. Here in this video, I like to explain about it and how i have found another history of jesus christ first i'd like you to watch carefully his right arm of a man in pieta a man with several strange bumps which is said to be created by michelangelo bernardi in the renaissance the same bumps are there on a man's left arm right down in a sketch sketched in the battle of cascina which was also said to be sketched by Michelangelo Branotti. These facts indicate that the man in the Battle of Cascina is Jesus Christ as well as Jesus in Pietà. And then I also discovered another puppet artist, Leonardo da Vinci, sketched a man who is exactly the same as a man in the battle of cashina, which means that these three men are the same one single man, or jesus christ. today's story starts from here, and please remember that saint jerome, painted by leonardo, bears the closest resemblance with these three men. each part of his face is exactly the same as the faces of the three men, which also indicates that saint jerome, painted by leonardo, is also jesus christ. then you see two jesus christ, or the younger one and the older one. then i have come to a conclusion that the younger one is jesus christ of 2000 years ago, and the older one is jesus christ After years, in the ピエータ像のイエスの右腕には奇妙なコブがあります。それと同じコブがカッシナの戦いの絵の中の右下にいる人物の左腕に描かれています。そしてさらにダヴィンチが描いたスケッチ画の人物とカッシナの戦いの絵の中の男性とは顔が一致します。 ペイター像のののののののエススとと、カッッシナの絵の中中の男男そししててダ・ビンチのスケッチケののがこうして繋がりましたつまり、これら三人は、皆一人の人物、イエス・キリストということになります。さらに、ダメ押しをするなら、カッシナの戦いの中のその男は、頭に花の冠をかぶっています。つまり、この群像の中の王であることを示しています。で、さらにダ、ダヴィンチが描いたセント・ジェロームを見てください。老人です。 この男性とダ・ヴィンチの描いたスケッチの男が一致します。顔が一致します。つまりセント・ジェロームもイエスであったことを示します。となると、ここで二人のイエスが登場することになります。若いイエスと年老いたイエスです。となると、若い方のイエスは2000年前のイエス。そして年老いたイエスはそれから1500年後、つまりルネッサンスに現れた年老いたイエスということになります。 Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Now you see these three men are Jesus Christ and you see another Jesus Christ here on the left side. Jesus Christ with a woman whose appearance is very queer. So, uh, let's compare these two men with each other. Then you know that there are no difference between them which indicate the man on the left side is also Jesus Christ. So be patient to compare them with sharp eyes and white mouth and a very strange bump and also very sharpened chin, small nose, and a mouth a small mouth here, and a small bump here, and small they've got small ears and very strange nose, probably they got a very light colour uh, blue eyes So, these two men are the same. One single uh, Jesus Christ. Jesus Christ of 2000 years ago. So we know two uh, Jesus Christ. One is older and another one is younger. So back again to this sketch. This sketch was. Created on 2D photographic technology by Hiroshi Hayashi. The man or woman on the right side has got a very strange head, elongated with elongated scar. And the man on the right side has got a very strange hat, and under a cheek, chin. Then this man has got a sort of life support equipment, I suppose. Under chin equipment to support he his or her life. Probably this is a man. He looks a woman with a, a breast, but I think he's a man. Anyway, uh, he's got a scar, I think. Uh, which is very similar to that one uh, unearthed in parkas Pelu, so I think this man is from Mars who helped or assisted Jesus Christ of two thousand years ago, so both are the same with a very queer face, so. I'm sure Jesus Christ of 2,000 years ago was assisted or helped by this man or woman. And this is the painting in Alexander Sofia, Bulgaria. Many UFOs are flying in the sky. And have a look at this man in the middle. He has got also very long head, probably cone-head man. With elongated scar. This man has also very close resemblance with the man on your left side. let make an examination. Back again to this sketch and watch carefully this Jesus Christ and under the chin you see a very strange equipment which seems to be a life support equipment i suppose what do you think this is anyway and also this man has got a very strange sort of equipment or sacked neck i don't know which is which one is correct anyway he has he seems to have a very strange Neck thirty two. So, these three probably have got a very, very strange equipment or sort of life support equipment because they could not live on earth without these equipment or. What do you think this is? And I talk about a little bit about a uh, proxy of Jesus Christ. This video was produced by me almost two years ago. I would like to talk a little bit about holy shroud found in Felencia. This holy shroud was discovered a short time ago, and this they say this is Jesus Christ. this is restored image of Jesus Christ, and it says something about this in Japanese something something probably translated from the English one on Wikipedia, and this is. Michelangelo Buonarroti, and this is Pietà. Pietà has got a very uh, sort of a strange arm. Jesus Christ here has got a very strange uh, arm with uh, bumps, uh, which are very similar to th those bumps uh, created on um, in the sketch in the Battle of Cascina. But also, P uh, Jesus Christ has and peter has uh, also very strangely has got a very close resemblance with the uh, uh, holy man and holy shroud so this is another point important point for today's video so just compare them with each other jesus christ on the left side is jesus christ in peter and Jesus Christ on your right side is Jesus Christ from Holy Shroud So you also see there are no difference between them which indicate these two Jesus Christ are the same as Jesus Christ Then you say that this Jesus Christ is different from Jesus Christ I have shown you from these sketches by Michelangelo and Leonardo, so I say there are two Jesus Christ, and these Jesus Christ were crucified, which are proxy for G uh, Jesus Christ and this is a sort of proxy is that all right to say that sort of a- di sort of a Jesus Christ who died for real Jesus Christ two thousand years ago so there were used to be uh, two Jesus Christ. One is a real Jesus Christ. Another one is proxy uh, Jesus Christ. And proxy uh, Jesus Christ were crucified for real Jesus Christ two thousand years ago. I have got more evidence. There used to be two Jesus Christ from painting by Sinoridi Luca Shinoredi. So, anyway, just make sure that these two Jesus Christ are the same one single Jesus Christ who are proxy or proxy who died and crucified and died for real Jesus Christ. And this is a timetable, and you see uh, Jesus Christ of 2000 years ago, younger one, younger one. and. This is uh, Saint Jerome, uh, painted by Verrocchio. Bellocchio was also a uh, sort of puppet artist in the Renaissance. And these four are Jesus Christ. And this is a proxy Jesus Christ who was crucified. And the Jesus Christ on the right side is a Jesus Christ on hairy shroud. And I say a proxy of Jesus Christ, and these artists worked as an as obedient servant to real Jesus Christ. So I say uh, puppet artist. You know, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raphael. These artists did not produce any paintings and uh, sculptures, or a little bit they could do that, but the these masterpieces were created by the real uh, jesus christ of 1500 years later in the renaissance. this is my conclusion i have come to. i have come to. Uh, thank you very much for watching and please watch following videos for more information. bye for now.